エースランク装備、暗黒神の杖、狙うべき錬金効果とは。この装備はちょっと難しいよ。おはようございます。こんばんは。タンチュンです。ご視聴ありがとうございます。本日は暗黒神の杖についてお話ししていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録、グッドボタン、ベルマークもよろしくお願いいたします。それでは本日のお品書きとしましては、一つ目、暗黒神の杖おすすめ錬金効果。二つ目、錬金という形でやっていきたいと思います。で、今回ですね、ポイントが一つあります。この暗黒神の杖についてはですね、錬金できる数に限りがあります。地獄級までクリアできた方に関しては、ラプソーンの挑戦というクエストで、地獄級までクリアした方に関しては、約70個ぐらい。で、ミニソーンですね、ちっちゃいラプソーンを倒した方に関しては、EX まで行った方は90個。で、一番上の暗黒神ラプソーン EX をクリアした方は、さらに30個もらえますので、120個、錬金することができます。あと、こちらのドラクエイトメダル交換所。こちらで、一応500枚で1個交換することができるので、まあ、2、30個、40個ぐらい交換することも可能なんですが、かなり数に限りがあります。ということで、今回は狙ったようにはなかなかいかない錬金ということで、着地をある程度先に決めておく必要があります。じゃあ、その着地点ってどう考えたらいいのということで、今回、単純にちょっと考えてきました。では装備見ていきましょう。装備錬金で、はい、今ですね、相当賢さ高い順で並べております。それで今回のですね、暗黒神の杖に関しては、似たような装備がね、こちら、魔性の杖と竜巻の杖というのがあります。この2つは賢さがプラス46、さらに MP がプラス22ついております。そしてもう1個、こちら、境界王の魔玉ですね。こちらは私は MP65。賢さが28という装備になってるんですけども、この3つの装備と分別したい。なんとか S ランク装備として使える装備にしたい。ということで、暗黒神の杖は考えていきたいと思っております。まあ、同じような装備がね、何個もあっても、まあ、使えないことはないんですけど、せっかくですね、こうやって装備が増えてきましたので、単純のおすすめ錬金効果っていうのをね、ご紹介していきたいと思います。まあ、今回の暗黒神の杖に関しては、暗黒流星群、落星、MP、そして、金で賢さ、素早さと、この5つからなるんですけれども、私が今回考えたおすすめ錬金効果はこちらです。ラプソーン所持とラプソーン未所持。ここはめっちゃ大事なんですけども、1つ目、ラプソーン所持で、かつ S7 までランクアップが上げれる人、もしくは上げれた人。この方は、落星盛り、3つ盛り。これを着地点として狙ってみてください。まあ、なかなかね、3つ揃えるのは難しいかもしれませんが、最大 24% なんですけど、まあ、そんなんなかなか難しいので、まあ、20% 以上、錬金効果で、まあ、776とか、875でもいいです。まあ、19か 20% ぐらいを最低ラインとして、まあ、3つ狙っていくのがいいと思います。まあ、なぜかというと、落星は、範囲内の敵にランダムで呪文、中ダメージを5回与える。稀に非ダメージを上昇する。はい、稀になので、約 20% の確率で5回判定あります。で、射程が2、3、4とありまして、5回与えれば、非ダメージ上昇、1回か2回、もしくは、下手し3回入ることもあるでしょう。これは、かなり強いです。汎用性もね、かなり高いですし、これ無属性なんですね。無属性呪文ということで、非ダメージ上昇しつつ、ダメージもしっかり与えていくと、一番使うんじゃないかなと思います。まあ、こちらの暗黒流星群に関しては、これもめっちゃ強いんですが、まあ、効果力呪文だったら、他にも竜王、グレイツェルとかいますんで、そこと被せるよりは、今回は落星狙っていった方がいいんじゃないかなと思いました。そして次、無凸で S4 までで止まってる人。そして次、ラプソーン所持してるけど、無凸とか S4 までで止まってる人、オーブがなくて上げれない人、他に優先的にランクアップさせたいキャラがいる人、こういう方に関しては、汎用性錬金で作って素材を残しておく。いつかランク7に上げれた時に、どうしても落星の威力上げたいなとか、ラプソーン専用の装備にしたいな、武器も増えてきたし、この装備汎用性じゃなくていいなってなった時に、好きな時に錬金をし直すことができれば、まあ、それが一番美味しい使い方かなと思います。その場合、私のおすすめとしては、素早さ ×3。こちらですね。17、16、15、14、13。まあ、3つ漏れれば、45とか50とか上げれると思います。これはかなりいいと思います。で、なかなか3つ揃わないよっていう方は、素早さ2つ。あと MP 1つ。これがね、私結局一番いいんじゃないかなと思っております。まあ、MP が最悪でなければ、素早さ2、賢さ1。そんな装備でも、とりあえず、一旦ステイというところでは、いいんではないかなと思います。
そして次、ラプソン未生児の方。はい。いっぱいいると思います。ね、ガチャも多いんで。はい。ラプソン未生児の方は、ま、S ランクで1回250ゴールドも錬金かかります。ということで、ちょっとだけ錬金しましょう。ま、5連でも10連でも20連でもいいです。ちょっとだけ錬金して、さっきも言ったように素早さ3つ盛りを狙う。素早さプラス MP を狙う。素早さプラス賢さを狙う。なんなら魔玉で MP 盛り作れてない方は MP3 つ盛りでもいいと思います。とりあえず一旦、まあ、一番良さそうな E ラインの汎用性装備を作っておいて、しっかり使える武器にしておくというところがいいんではないでしょうか。じゃあ単純なんで素早さがそんなにいいのと、そこだけ説明しておきます。では仲間一覧見まして、ソート、S ランク、魔法タイプ、素早さでソートかけていくと、こんな感じです。魔法タイプで、まあ、マーブルンとかね、グレイツェルは開花したんで強いんですけど、素早さ早いんですけど、意外にね、よく使うゼシカとか竜王、この辺がね、素早さ低いんですよ。ランク S7、一突、竜王なんか開花してても、素早さが319とか、ゼシカに関しても339。ちょっと低いんですね。じゃあクエストにね、こうやっていっぱい連れていく汎用性の高いキャラが、素早さ調整ができない。まあ、一応武器で、普通にこうやって獣王の爪つけていけば、素早さま、上げることは可能なんですが、賢さもちょっと上げていきたいし、なんなら MP も一緒に上げていきたいよっていう時になかなか素早さ一緒に上げることってできないですよね。で、これがね、結構使うんです。今度ね、リーズレットも才能開花来るし、バラモスもフローラも、もうすぐ才能開花来るアークデーモンも遅いです。当然、ラプソーンなんかめちゃくちゃ遅いです。で、この素早さと MP とか、素早さと賢さとか、こういうね、装備も作っておくとすごく高難度でね、使えたりします。ぜひ一本作っといてください。ということでですね、二つ目、錬金に入っていきたいと思います。まあ私はですね、ラプソーンを持ってますので、狙いは、まあ落成盛りにしたいところなんですけれども、まあ虹のオーブとか、育成優先度を考えてまだ単純 S4 です。ということで、私がさっき言ったように、無凸、さらに S4 で止まってる人。はい、私ですね。はい、こういう場合は、装備錬金を汎用性錬金で作って、素材を残しておく。そして、私の狙いとしては、とりあえずラプソン用ではなくて、素早さに、できれば30以上、プラス MP。これを狙っていきたいと思います。素早さも上げれて、MP も上げれて、賢さも上げれる。素晴らしいですね。呪文威力も 4% つくということで、錬金やっていきたいと思います。なので、20個以内で、錬金は終わらせていきます。じゃあ、お願いします。ごめんなさいね、全部はやらないですよ。最終ね、落成でいつか揃えたいと思ってますんで、ここは、汎用性装備でいきます。では、錬金する、お願いします。ゴールドもないから、よろしく、お願い。ちょ待てよ。なんだこれ、難しいぞ。はい。まあ、これは中途半端やな。で、流星群、賢さ、今はこれじゃない。あ、来た、速攻来た。素早さ25、賢さ7。いいね。これもいいよ。あ、これもいいよ。素早さ17と賢さ14。あ、いいじゃん。結構いいじゃんか。ただ素早さは2個欲しいから、やっぱこっちか、こっち。え？ちょっと待って。69？ ほぼ最大。ちょ待ってよ。違うって。ケツここじゃないんやって、私。どうしよう。MP69。え、これ最大72ですよね。一発で錬金終わってもうた。狙ったようにいかないですね。いや、一旦これでしょ。どう考えても。どう考えてもこれでしょ。これ69でしょ。マスターランク入れたら70以上 MP 上げれて、呪文威力 4% ついて、賢さも28上がるんでしょ。私の境界王の魔玉超えた。こっち65なんですよ。だったら、私は、こっちの境界王の魔玉を、素早さ2つ、MP1 っていう装備に変えようと。いうことができる。これがリアルですね。はい。すいません。錬金はね、100連するって言ってないんで許してくださいね。これがちょっとリアルなところでございます。まあ、こっちのね、境界の魔玉も、デッサムーアが引けた時用に、一応取ってあるんで、汎用性装備としてるんですが、どうしても素早さ2が必要な時が来たら、こっちを錬金ちょっとし直して、あ、そうか、そういうこともできるな。動画撮りながら気づいていくやつ。賢さ28と呪文 4% が一緒なんで、魔玉と、暗黒神の杖は全く同じと。ここで、まあ、どっちも汎用性装備で作ってる方は、どっちかを MP 盛りでして、どっちかを素早さ上げれる装備にしたら、一番使えるという感じですね。これはこれでめっちゃ使えるな。はい、これがね、ちょっとリアルなところなんで、一旦ちょっとこれで一回考えたいと思います。無駄にゴールド使わずに、
ここはね、いろんな方に相談、ツイッターとかライブとかでね、相談しながら、わからない方はやっていきましょう。ということで、単純の最終5連だけやって MP69 という装備が作れてしまいましたので、一旦これはこれで使いたいと思います。これがね、ちょっとリアルなところですね。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。Here we go. Here we go. ラプソン、ローソン、セイッ